こんにちは、手作り倉庫です。ダイソーに、両面ハトメ、両面ハトメとこの内金具の工具セット、それからポンチ、そんなのが売ってましたので、これでバッグを作ってみます。なかなかこう、ハトメがあるとおしゃれ感がちょっと違うバッグになりますので、買ってきてみました。この8ミリの分が30セットで、これも100円。このハトメの工具セット、同じ8ミリですね。これもありましたので、これも買いました。そしてポンチですけど、これ100円なら安いなと思って、いろんなセットがあったんですけども、一応あったものは全部買い求めてきました。ちょっとこの刃の部分が不安なんですけども、一応買っておきました。まず布ですけれども、表布も裏布も同じ大きさです。幅が32センチで長さが85センチ。これ手ぬぐいのサイズですよね。手ぬぐいが90センチですから5センチ余るんですけど、ちょうど手ぬぐい2枚でも作れます。帯でも作れますね。帯っていうか着物でも作れますよね。こんな風に蓋がつくタイプなんですね。長い2枚を縫い合わせして、そしてカバンになります。これバッグだけですともうすぐ縫えちゃうもんですから、今回ポケットを両方にこう渡して、筒に縫って両方に渡してつけるタイプのポケットだもんですから、ここでご紹介しておきます。まずこれついでますけれども、長さは今の図のような長さのものを1枚でいいもんですから、下を輪にして作ればいいんですよね。こんな風に表側になるところにファスナーをつけます。そしてファスナーをつけましたら、今度こうして裏に返して、同じところに裏布をつけて輪になるんですね。ですから輪のポケットですよね。縁をかがったり折ったりしないつけ方なんですけども、まあ丈夫いし簡単なもんですから、こんな作り方してますけども、両脇は縫ってないですね。こうしてファスナーにつけた部分をステッチしておきます。そしてファスナー取り付ける前に、この布の上下を決めておきます。こうして布にこう上下のある時、これ気をつけないと反対になっちゃうんですね。こうして蓋にこうね、そして蓋の部分を四角いのままでいいのか、少し丸くカットするのかを決めます。まあ、ここで上下を決めてしておけば、間違えることないもんですから、上下を決めておきますね。ちょっと丸くカットしてみました。こんな風に上下間違えないようにして、蓋の部分をカットしておきます。これで間違えないですよね。で、四角い場合は何か印化しておくといいかもしれないですね。そして裏の布も同じようにカットしておきます。そして上から27センチのところに印をしまして、そこのところにファスナーの反対側の部分を当てて、そして合わせて、そして裏布に縫い付けします。これ裏布の表ですよね。布は表。そして縫い付けしておきます。こんな風になるんですね、縫い付けすると。で、ファスナーがこれペロペロするもんですから、二度縫いしてしっかり留めておきました。そうしましたらポケットですね。これがほ、あの、ポケットになるんですけども、下が輪になってますよね。ですから、まあ丈夫な始末をしなくていいポケットなんですけども、それを下を縫い付けします。そして端をきれいに整えておきます。
これでポケットがつきました。次に表の布と裏の布を縫い合わせするんですけれども、今切った上の部分ではなくて底の部分、下になる方の部分ですね。ですからこれポケットも下になる方、今つけましたね。上下決めてますから、底部分、そこを縫い合わせします。こんな風になっていますね。そうしましたら、今縫い合わせしたところをアイロンできれいに整えて、そしてここもステッチしておきます。これがバッグの開け口のところになるんですね。そしてステッチします。きれいにステッチかけておきます。少し裏を控えてますね。次に折るんですけども、こんな風になりますね。今ステッチしたところ、こう、それを折って34センチ、こういう風に折ります。こんな風に表を見て、こうして裏に返すって感じですね。これちょっと大きいので、見にくいかなと思って、今これ紙でやってますけど、34センチを折るんですね。こういう形になります。こんな風になってます。これは今ステッチかけたところですね。今右手のところ、これ折ってるのが34センチ折って、折り返してるっていう形になってるんですけど、左側が底になって、右側が上になってるんですね。ここでもちょっと裏布を控えました。そして上側のところ、今縫ったその開け口のバッグの口元の方ですね。これ今右手のところ。ここ上は5センチ縫わないで、そして下を別々に縫います。反対側も別々に縫うんですけども、裏布は開け口をつけます。開け口ですね、これ。これどうしてこういう全部一緒に縫えちゃうんですけども、ミシンが家庭用ということと、あと厚めの生地とか厚めの芯を貼って作った方がいると、この両側は別々に縫わないと、ちょっと厚すぎるっていうかね、分厚すぎるもんですから、こういう縫い方をしてますね。こんな風に縫えてます。5センチぐらいは縫わない、縫えませんもんね、これ。こんな風に縫いました。そして開け口も、これファスナーのところですね。ファスナーの端のところ、これ重なったりしないようにきれいに縫い付けします。重なると底がモコモコしますよね。そして開け口も開けてます。この時にこうして横に D カンつけておきました。ちょっとあるだけで便利ですよね。こういうことが手作りの良さですよね。そうしましたら、形をしっかり整えて、そしてこの上蓋のところですね。これどうしても裏の布が余ってきますよね。こういう縫い方してると。少し下の方が控えてますからね。それでいいですよね。そしてカットしてきれいに整えて、この時に蓋に、これボタンとかつける場合、それからナスカンつけたりとか、つけなくてもいいんですけども、後から面ファスナーとか、それでもいいんですよ。後からでもつけれますね。それも決めて、そして仮止めして、そして縫うんですけども、今5センチ控えて縫ったところですね。これ、そこも重ねて縫います。両方こう縫ったところを重ねて、今これ手で示してますよね。これ縫ったとこですよね、先に縫ったところは。
両方別々に縫ったところ、そこも一緒に縫っちゃうんですね。ですから薄い生地でしたら下まで全部一緒に縫っちゃっていいんですけども、まあ開け口をどこにするかですよね。まあいろんなやり方がありますけども、今回はこれにしました。これバッグの入り口のところ、そしてこの金具のところ、こういうところは返し縫いをして丈夫にしておきますね。返し縫いしてます。そうしましたらこれを、ま、丸くカットしたもんですから、そこに切り込みを入れて、そしてアイロンをかけて、そして底の部分はこれ、まあ、中閉じっていうんですけど、底の部分これ一緒になってた方がいいと思います。今回ハトメでしっかり留めますので、中で裏の布がゴロゴロするとちょっとややこしいというか、と縫っておきましょう。そうしましたら表に返します。これファスナーのポケットに手入れたら返しにくいですよね。ファスナーがまあ開いてればいいんですけど、まあ変なことになるので、ファスナーのポケットではない方に手を入れてくださいね。そうしましたら今の返し口を縫っておいて、そして表に返せばもうこれでバッグになったんですね。こういう簡単な縫い方で上蓋がとっても綺麗に収まりますね。そしてこの蓋の部分アイロンをかけて、そしてステッチしておくと、まあ、これは好みですけども、ステッチをしておくと綺麗ですね。まあ、いよいよハト目を開けますけども、位置を決めます。この上のところ、ここに両側に開けますね。まあだいたい2センチぐらい、2センチ5ミリぐらいのところですかね、ちょうど。まあ、これは好きなところでいいんですけど、あんまり縁だと縫い代が干渉して穴が開けにくいですよね。これ買ってきました、ポンチで開けてみます。これ一番大きな8ミリなだったんですけども、全然これ開かないんですね。何回も叩いてもこのやっぱり思った通り、この刃があんまり良くないんですね。細い方でやってみます。これ7ミリとかなんですよね。これなんとか開きます、開きました。まあこれでも5回とか6回とか裏も裏からもやって、やっと開いた感じですかね。これ革工芸とかのちゃんといいものを買うとこんなことではならないですね。一発ですっかりパチッと開きますよね。ほぼ開きます。刃がやっぱり鋭いというか、これやっと開けたんですね。ですからまあ今回皆さんご紹介するんですけども、ポンチで、ポンチは買わずにこうして印をして、このハト目でこうして今印しましたよね。これ隠れるのでマジックでやってますけど、隠れちゃいますから切りますし、こうしてこのリッパーでこの周りを切っていきますね。こう買ったけど穴が開かないでは、紙とかビニールとかでしたら開くと思うんですけども、やっぱり布は密度が高いもんですから、特にバッグにする布は帆布とかも使う場合もあるので、こうしてリッパーで周りをぐるぐるっと、まあ、時間かかるんですけども、まあしっかりしたポンチを持ってらっしゃったり、買える方は買っていただけばいいんですけどね。ハトメと同じ大きさの、それに合う大きさのポンチがいりますね。そしてこれ周りの出た布をこれカットしてますけど、このハサミもダイソーのハサミです。そしてハト目をちょっとはめてみますね。そうするとどうしてもこうしてリッパーで切ったりハサミで切ったりすると、この布がボロボロするんですね。それもう一つのザっていうんですかね、この薄い方、これを置きますとこうしてボロボロ出てますよね。こういうの気になる方、
ちょっと気になりますよね、やっぱりちょっとね。気になる方は、さらにこう綺麗に切って、切りすぎないことですね。これは切りすぎるとちょっと、ハトメがグラグラしちゃうんですね。そして周りをこうしてボンドで少しこう布を落ち着かせます。まあこれまあ大体きれいにいくと思いますね。これいずれは巾着もやりたいと思ってるんですけど、作りたいと思ってるんですけど、巾着だと8つとか開けるので、今回まあ4つなのでいいんですけども、結構作業大変ですよね。そしてこれ今説明してるのは、どちらをこの鳩目の表にするかを決めます。今回上の方は上蓋で隠れるので、体に当たる方側を表にしたんですけども、この下の方は表を表っていうんだよね。そうしましたら、このザガーネっていうんですかね、工具セットの中のこの下サラザっていうそうなんですけども、これを下に置きます。これセットの裏にも付け方が書いてますので、それも参照にしていただきたいんですけども、そしてハトメを今置きましたね。下ザガネにハトメを置きました。爪のある方、そして今開けた穴に通して、この時に 下が表になってますね。そしてザっていうらしいんですけど、この薄い方のこれをふんわりした方を上にしてます。ふんわりっていうかな、なんか盛り上がった方かな。そしてこの上サラザというののこの穴だけの方の平べったい方を上にして、そしてこの内棒を真ん中に差し込んで、そして軽く叩いてます。これあまり強く叩くと潰れちゃうんですよね、この下サラザというのが。これ一回まだちょっと浮いてますよね。そしたらもう一度軽く叩いて、そしてしっかりさせます。これでつきました。これで4箇所、今回は4箇所つきました。そしてロープですけども、今回はこれ手芸売り場ではなくて、セリアの工具売り場のところにあったロープ、これ3色ぐらいあったと思うんですけど、この白、これ丈夫くていいですよね。まあこういうのが嫌な人は少し幅のあるものとかもこれ通りますよね。8ミリありますから、そんなの使ってもいいですよね。こんな風に下をこうほどいて、そしてもうタッセルのようにして、こうして通して、こうしてくるっとしたら、外側にこのフリンジみたいなのが出て、なかなかおしゃれなバッグになったんですけど。こんな風に紐を通しましたね。これでまあショルダーバッグ。これ男の子とか男の人にもいいですよね。で、下に穴を開けたのは意味がありまして、これ蓋のと、あ、これファスナーのポケットも、まあこれも好みですから、外側の体に当たる方側にポケットもいいですよね。ポケットどこについててもいいですよね。蓋についててもいいですよね。これはもう手作りの良さですよね。好きなところにポケットつけましょう。そしたらこれ下の穴、この穴はこうして紐を、これ中心に D カンつけました。これ後からでもつけれます。ここに持ち手もつけれます。これも十分後からでもつけれますので、それはもう決めなくっても、後からつけようかなと思ったら、共布でつけてもいいんですけど、違うものでつけてもいいんですけど、つけて、そしてこうして紐を通したら、これでリュックになりますよね。こうして中心に D カンをつけて、そこを通すことで安定しますよね。形もいいし、こんな風にして
で下の方にこうタッセルぶらぶらぶら下げてもいいし、まあこんな、これがリュックの形ですね。これがショルダーの形。これリュックの場合、こうしてちょっとこう幅のある紐を通すと肩に優しいかなと思いますね。持ち手も布でくるんだりして、持ち手っていうんですかね、ショルダーの紐布でくるんだりして楽しんでください。